はい、こんにちは。かんぴょうれんの辰巳です。今日は、僕がね、週1回、まあ多い時は2回ぐらいね、ちょっと取り組んでる、まあ実践的なね、トレーニングについて説明していきます。で、まあ書いてるんですけども、まあ15分以内のね、練習で強くなる超短時間トレーニングっていう題名をつけて説明していきます。でまず、ウォーミングアップですよね。まあ、ウォーミングアップは、まあ、25メートルを、まあ、4回ね、泳いでます。まあ、普通に泳ぐんだけでもいいんですけど、その間に肩骨ダッシュとかね、ちょっと5メーターだけキックダッシュするとか、そういったものをちょっと混ぜ込んで、まあ、25メーターを4回だけやっています。まあ、当然、普通の人から見たら確実なアップ不足でしょうね。まあね、アップ不足やけど、まあ僕の場合はあまり時間がないので、あえてこういった形で25メーター4本でも体が仕上がるように、もう癖をつけています。ね、だからたとえこういったね、あえてね、少なめのアップをすることによって、まあ、実際のレースの時ね、実際のレースの時には、まあ、たとえノーアップでもね、たとえノーアップでも、力が発揮できるようになる体質をね、作っていけるのが最大のメリットとなってます。ね。で、デメリットは医学的にはもう一つね、いいことないんで、もし体に何かね、不調がある人とかは、ちょっと念入りにアップしてからやるようにやってください。はい。で、そのアップの後に、50メーター2本ダッシュしますんで、ね。で、まあ、3分サークルでね、行くんですけども、まあ、体力ある人は、この練習に限ったら2分サークルぐらいでもいいと思います。ね、で、1本目は実際に、まあ、50メートル1本、自分の得意な種目でいいです。ダッシュしてください。まあ、これ、11月の3日に僕は朝練でやったんですけども、その時はバタフライでね、ダッシュして、まあ、今26秒後半ぐらいなんで、まあ、とりあえず27秒台では帰ってくるっていうのを目標に、ちょっとやっていってます。はい。で、ほんで、その後、まあ、50メーターイージー僕は挟むんですけども、まあ、2本目行くんですけども、まあ、この行くときに、まだ回復してないんですよ。ね。回復してないから、まあ、このままで50メートル1本ね、ダッシュしてもグデグデになるので、ここの気持ちは、僕100コンメとかたまーにね、最近はもうちょっとね、100コンメ引退したんで、ちょっと泳ぐことはないんですけども、まあ、100コンメの、後半を想定してダッシュしています。ブレフリーね。で、それも、まあ制限タイム、だいたい30秒後を、切ってくるように定めています。だから、皆さんもしね、この練習やるときは、1本目はもうガチの50メーターのダッシュしてもらって、で、2本目は、ちょっとまだ息がちょっとハーハー言うてる状態で、100のラストの50メートルを想定してやってもらったらいいと思います。で、これで、まあ50メートルに必要なね、いわゆる無酸素持久力ってやつは、結構ね、ついてくると思いますので、まあ、これをやってみてください。で、この状態で、もう僕は結構限界に近いので、まあ、これで、上がったりすることもあります。もうあとダウン行ってね、もう帰ることもあります。で、ちょっとだけ余力があれば、スプリントドリル、ね、をちょろっとやって、帰っていきます。ね。で、この日は、まあ、一応、壁懸垂でやったんですけども、まあ、キックを鍛えたりしたら、壁キックでも、壁キック5秒とかね、そんな感じでやって、12.5 メートルのダッシュを1分サークルで、今4本ぐらいね、やっていけば、OK やと思います。で、まず、1本目、まあ、壁懸垂ね。壁懸垂って、こういう、ところ持つとこね、プールのね、ところ、ちょっと指先引っ掛けるところあったら、ぐーっとこう、横向いてね、水平に懸垂していくことを壁懸垂ってあるんですけど、それを10回ね、やってから 12.5 メートル、まあ、この時はちょっと書いてないんですけど、プルでダッシュしてます。ね、プルでダッシュ、ね。で、2本目。で、2本目になるともうね、手パーのね、手のひらの状態では、もうできへんぐらいちょっと疲労が溜まってるので、もう壁懸垂10回した後は、
げんこつにします。げんこつね、げんこつにするとまだ負荷が軽くなるので、12.5 メートルはダッシュはなんとかいける状態なので、そういった形でやってます。だから変にね、もうあえてね、潔くここで手のひらをパーにして、もうぐでぐでなりながら泳ぐよりも、こういった感じで、まあ、げんこつになったらまだね、速いピッチで泳げるんであれば、げんこつにした方が、まあ、すごいスプリントの向上にはね、いいと思いますので、まあ、そういった形でやっています。はい。で、3本目は、壁懸垂をやってから、まあ、これもげんこつというか、もう、プル自体が、もう不可能なので、ここの状態でね、2本目終わった時点で不可能なので、もうあえてここはまだちょっと余力のあるドルフィンキックね、足はまだ余力あるのでドルフィンキックを10回ね、ダッシュしてます、ね、だからドルフィンキックで10回で、まあ、12.5 メートルぐらいまでね行くので10回ダッシュしてます、ね、で4本目になるともう結構足もねしんどいし、ドルフィンキックも打つ気力もないので、まあ壁懸垂やった後今度はクロールキックをね、クロールキックをもう10メーター、もう 12.5 メートルもいけないんで、10メーターぐらいまでダッシュして、それでもう、肺もね、肺も腕も足ももう何ももう全力尽くしたというような状態で、あとはもうダウン行って帰ってます。ね、でこれでまあ大体、まあ10分から15分の練習となってます。ね、でもしまあ日頃ね、泳ぎ込みとかね、しっかり、できていて、まあ、実際にトレーニングも詰めているけども、実際に、試合になるともう一つね、思ったよりもタイムが出ないなっていう人は、こういう練習を一回ね、15分以内で切り上げるっていうね、あえて切り上げるっていうね、練習を、週に1回ぐらいでいいんで、入れてみてください。そうすると、これはね、まあ、各、まあ、いろんな漫画でもね、言われてることなんですけども、まあ、僕が、見た漫画の、日の丸相撲やったっけな、相撲の漫画、今、ジャンプでね、やってるんですけども、まず、まあ、同じようなこと言うとったんですけどね、こういった短いね、時間で、切り上げる練習をね、積んでいくと、でこれは2時間練習とか3時間練習とかやってる人ではついてこない、もうほんまね、短時間で高い集中力でね、挑む、そういう姿勢っていうのが出来上がってきますのでね、まあ、実際週1回ぐらいでもいいです。こういったものは訓練やと思ってやっていくと、もう試合の時ね、試合の時ってまあ集中する時間があんま短いですよね。その短い時間にものすごい質のいいね、集中力がついてくるようになってきますので、でそうすると試合でもいいタイムね、出やすい状態になってくると思います。ね。で、それを一回ちょっとまあ頭にし入れてやってみてください。ね、はい、今日はここまでです。以上です。